みんな早かったな。急を要する状況だからな。しかし綱手姫よ、お前はもうええのか。この機会に若いもんと変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。団蔵の件はさておき、綱手様がほかげに戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。ただ罠かもしれん。もう少し時間が必要だ。こちらも偵察部隊を編成し情報集めを行っている。各里の情報を迅速に照らし合わせていこうかない。では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが、一体どこに隠すつもりじゃ。隠す？なんだ？ナルトもビーも大きな戦力だぞ。隠してどうする？わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵は内派マダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったらチャンスは二度とない。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が。ナルトはな、あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五か月がまとまらなければ、それこそ勝利はないでござろう。みな、この件については同意しています。綱手様。もういい。減らず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。八尾と九尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしがビーと共に修行に励んだとっておきの場所だ。というわけでだ。ガイ、ヤマト、アオバ、そしてナルト、お前たち4人はこれよりとある島に向かい、そこで雲隠れの忍びと合流。その後任務に入ってもらう。詳細については現場で知らされる手はずとなっているが、今回の任務は極秘任務となる。おのおの注意するように。へへ、久しぶりの任務だな。腕が鳴るってばよ。それじゃあ各自準備が整い次第木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。じゃあ俺は先に行ってるってばよ。いろいろ準備しとかないと。あ、ナルト。ん？一人で勝手に行かないようにね。もしまた一人で行動しようものなら分かってるよね。はい。ナルトに本当のことを伝えなくていいんですか。戦争から身を隠してもらうための任務だって。戦争について教えてしまえば、あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。それだけは避けなくてはならん。そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。いいな。はい。第三章、二人の人中力。準備完了った。よし、そろそろ行くか。
いらっしゃい。また来ておくれ。
あれ、まだガイ先生だけ？ああ、アオバもヤマトもまだ来てないぞ。高速で用意して俺はかれこれ1時間待ちぼうけだ。で、君はどうなんだ？もちろん準備できてるぜ。グッドだ。では早速始めるとしよう。おう。で、何を？出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで？愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ。武に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか？可能性はゼロではないだろう。なるほど。じゃあ今からの手合わせというのは？いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして他里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰入れなきゃならねえってばよ。いいか、俺のことは雲隠れの忍びと思え。そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。よし、やってやろう。素晴らしい気迫、俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。戦闘開始。この俺は雲隠れの忍び、アイズナイ。こんな熱い拳でお前など一発でやろうだ。このハートプレイの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。クーさん、フラッシュルケン。戦闘開始。この俺は雲隠れの忍び、バイトバイ。ここは立ち入れ、お前まで一発 KO だ。へっ、この葉隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。どうした、スーパー雲隠れの忍び、バイト界には効かんぞ。ほら、くらるね、雲隠れの忍びめ。こっち投げるってばよ。雲隠れの忍びは強いってばよ。
おほう、すさまじい気迫。これは雲隠れの忍びもグッズ。よし、それでは軽めの一撃いくぜ。そろそろ雲隠れのハイパー攻撃を見せてやるぞ。ハイパー攻撃って、マジとかっこいいことがないのかよ。諦めねえ。これで雲隠れ対策バッチリだな。サンキューな、激メア先生。これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。なあ、ガイ先生。ん？ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるって、そんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。はあ、ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし。うん、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな行くぞ。おう。これからこのノリが続くのかな。